いやー、泥まみれだわ。取れたー、はーじゃーん。福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもありがとうございます。前からちょっとお話ししてた通り、エンジンの方ちょっと拉致が開かないので開けてみたいと思います。で、今日はね、このシリンダーヘッドだよね、ヘッドっていうものを開けていきたいと思います。今回構造が簡単なので、で、そこでね、バルブの様子が見れます。バルブっていうのはね、こう動いてるやつエンジンに空気を入れるときにこう動いて、空気をシュッと入れてプッと蓋をするっていう、その蓋の役割をしてるやつがもしかして閉まりきれてないんじゃないか説というのがありまして、でそれが閉まりきってないとキャブレターに空気がまた 逆流してくるのね。でその可能性あんじゃねっていう話なので、分解して見てみたいと思います。で、ありがとうございます。このギャップの件ね、あの 0.14 ミリだったんじゃねーのーって言ってたんだけど、よーくサービスマニュアル見たら 0.14 の前に点が打ってあったの、ちっちゃくね。コピーだからさ、なんかゴミだと思ってたんだけど、どうやら 0.014 インチっていう意味で、まあだいたい0.3 ミリだよね。だからこれよりもうちょっと広くしてもよかったんだなっていうことなので、まあそれも後で調整してみたいと思います。多分ただ火花はちゃんと飛んでるから、まあ多少火花に強さとかは関係あると思うんだけど、エンジンがかかるかかかんないか、そこの隙間ではないような気がする。で、まずこっちから開けていきたいと思います。確かね、こっち側のエンジンに水が入ってた。水が水没したわけじゃないよ、あの雪解け水が入ってたので。でちょっとこっち開けていきたいと思います。本当はさ、もうちょっと高い台だといいんだよなんだけどすごい重いから、まず一人でこのここに乗せるのも大変だからね、一人で持ち上げられないので、なんか鉄の台みたいなのこのぐらいなのあったらいいんだけど、ちょっと持ち上げられないのと、相当強い台を作んなきゃいけないので、それ大変なので、そこはちょっと低いけどここで我慢して作業します。ほい、取れました、じゃん。これなんでボルトとナットがこう混在してるんだろうね。取れました。これ曲がってるだけだよね、直しておこうか。よし、じゃあやっていこうか。こうボルトとか長さがそもそも同じなのかな、ここだけなぜナットなんじゃ。今んとこ同じ長さ3。あ、これ長いわ。4。真ん中のここだけなボルトが長いんだね。よしよし、みんな覚えててね。このなんで開けたくなかったか、今までなぜエンジンをこう開けたがらなかったのかっていうのは、このガスケットっていうやつが入ってんだよ、この中にもね。で、このガスケットが買えるかどうかわからない。で、アマゾンとか見て1万円ぐらいで売ってるんだけど、合うのかやつなのかどうなのかの正確な基準が確認できない。外します。あ、綺麗に取れた。おー、いやー、泥まみれだわ。泥これガソリンだ。泥まみれ。バルブ閉まるのか。ああ、バルブは閉まるっぽい。これ完璧に、あ、閉まる時間もある。泥まみれ反対も上げてみようかねえ、せっかくだから。
ちょ右とか左とか分かんなくならないようにしないとな。あ、パカって言った。こっちも外れそうだね。こうした方が早い。うわー、こっちも泥まみれだね。てかこんなに簡単に開くとは思わなかった。これガスケット、あ、メタルガスケットだね、やっぱりね。これ綺麗にすればエンジンかかるかもしれない。まさかこんなにひどいとは思わなかったな。やっぱピストン開けたいよね。ああ、ジャリジャリか。若干ジャリジャリか。やっぱり。気になるのはこのバルブの隙間なんだよね。綺麗だと思います。綺麗だと思います。両方水入ってたんだね、ちょっとね。こっちはね、大丈夫だと思ってたんだけど、やっぱ開けてみないと分かんないもんなのかな。まあここまで行っちゃってるから、これ外さないとダメだね。こっちはひどいね。ああ、錆びてんだな。先に開けるべきでしたね。ああ、シリンダーもガリガリだな。シリンダーガリガリだな。ダメか。めっちゃ錆びてんな。ヘッドは大丈夫っぽいな。あ、まあシリンダーも外さないとダメだね。まあ結果としてはエンジンが来た、ここに来た状態の時にこんなにヘッドが簡単に開けれるって知ってて、先にヘッドを開けて掃除していたらまたちょっと状況は違かったのかもしれないね。傷ついてるわ。ただどうしようかにゃ。まあこれ買わないといけないってこと、それはそれで辛いよね。最初来た時はね、どういう構造か全くわからないかったからね。しかも雪が入ってるんだったらはいいけど、砂がこんなに入ってると砂じゃないのかな、サビなのかな。今思えばこれつける前にエンジン回す前に開けとけばよかった。また液体ガスケットもやんないといけない。やだこのネジと同じものをちょっと探してこよう。がっちりつきすぎてて取れねえんじゃね。すげえついてる。よいしょ。スタッドボルトまで抜けた。くっつきすぎてた。またか。もうシリンダーだけ買いてえな、ここの。オイルを抜こうと思います。よいしょ。
オイルの状態そんなに悪くないよね。バルブ室です。よし。とりあえずネジ外れた。取れるはずだ。取れた。はあ、じゃーん。ピストン。ピストンリングが錆びてかじりついてるんですね。オッケー。ここが動けばもしかしてかかるかもしんねえな。で、ここにね、こうピンがあって。飛ばさないようにしないと。取れた。はい。ここはいい。手で抜ける。はい、取れました。こんな感じに。ピストンですね。ピストンリングが固着しております。ピストンリングが動けば、もしかしたらエンジンかかるかも。あ、そうそう、中見えるよ。うわ、びっくりした。よいしょっと、ピストンキュッとして、抜けた。でー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 てんてんてん。こっちも一本目のピストンリングが固着気味、二本目のピストンリングも固着気味。油出た。まあ、いずれ固着してたんだよ。いずれ固着してたんだよ。取れた。あ、こうだったね。こっちの FIY っていうのがこっち側だった。どういうことだ FIY。 こっちもそうだね、こうついてた。 FIY がこっち側。フライホイールだな。フライホイール。このさ、こうシュッシュしとけばさ、動いたりしねえかな、ピストンリング。あ、外れた。取れたよ。取れた、取れた。こっちは取れた。一本取れた。シリンダーもちょっと傷ついてるけど、そんなじゃないから、こっちはいいね。こっちのシリンダーさ、買おっか、ここ漏れてるし。これ買おっか、ここ傷ついてるしね。そしたらさ、これだけ買えば良さそうだよね。うん。で、これだけだったらさ、なんかアメリカとかから買ってもそんなに送料かかんなくなり、なさそうじゃね？ね。うん。こっち2本目も取れましたね。比較的症状が軽い方は。汚れ落としておきましょう。焼き付いてるわけとかではないから、汚れを落としてあげれば多分使えると思うんだよね。うん、いいね。このぐらいだったらかなりあれだよね。ギュッてしないと入んないようなやつだから、これでいいんじゃないかな。うん、よし、とりあえず
なんとなくこっちは良さそう、使えそう。こっちだね。取れないかな。取れない。ああ折れた。折れた。はい、反対側もね、とりあえず取れたことは取れたんですが、このような状態です。非常に厳しい。普通のリングだったら入るかな。オーバーサイズピストンリングが入ってなければいいけどね。よし、じゃあピストンリング買おう。シリンダーは見てきたら5万ぐらい5万480ドルだ。本当はホーミングして磨いて、あれなんだよね、オーバーサイズピストンリング入れればいいんだよね。あー、でもいけるかなこれ、なんとか綺麗にすれば少々圧縮は落ちるけど、やってみようか。誰かシリンダー磨きしたい人募集しています。はい、今日はここまでにします。ちょっと部品を集めながらそこ綺麗にして組んでいけるようにしたいと思います。はい、皆さんの参考になれば、なんか悪い参考だったね。はい、焦らず最初からやっとけばまた変わったかもしれませんし、ピストンリングはもともと固着してたのかもしれません。わかりません、結果はね。まあいずれ現状はこういう感じですので、はい、皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。